こんにちは、かけまるです。今日はですね、この間中尾のこの駐車場のこの入り口がめちゃくちゃ狭くてホイール借りてしまったんで、今日は中尾リベンジ行ってきます。中尾の駐車場自体は広いんですけど、入り口が異様に狭いんですよ。だからその左折して入るんですけど、その時にその歩道の段差があって、その結構段差が大きくて、これマジックで塗ったんですけど、めっちゃガリっちゃって、ここボリ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 ってめっちゃガリって今日はここガリらないようにですね、中尾のドライブスルーに行ってうどん注文してきます。この先一般道 N システムがあります。今日は G20 なんですけど、この辺は全然影響ないんですよ。そのルート外っていうか、まっすぐ行ったら天王寺の方なんですけれども、天王寺の方まで行ったら警備が強化されてて、ちょっと迷惑になるんですけど、うちの地区と大正区はほぼほぼあんまり関係ないみたいな感じで、全然迷惑にならないんで、車で出かけてます。ご了承のほどお願いいたします。この高架を降りてすぐ右折してちょっと行ったら中尾があるんですよ。ぬくい方か冷たい方がいいのか悩むんですけど、今日暑いんで冷たいのにしようかな。でもぬくいうどんも食べてみたいなみたいな。でもぬくいの買ったら持って帰ってくる時に冷めてまうから一緒なんかなみたいなどっちがいいんでしょうね。冷やしにしとこうかな。冷たい方のうどんにします。マフラーつけてますね。マンオフなんかな。もうちょいです。もうちょいで中尾リベンジ、行ってみます。ちょっと大回りして入ったらいけると思うんですけど、信号のタイミングもなんか変わっちゃってる。この付近、交番があります。よかったかな、この辺に溢れてやったかな。あそこにありますね。ここ右折しましょう。 U ターンがねできない交差点ばっかりなんで、右折できなくて。もう今日こそはリベンジしてやります。絶対にその何でしたっけ、ホイールを擦らない。あ、でもこっちからよく考えたら入れるんすよ。ここ長尾、長尾なんですけど、こっちから入ったらやっぱ男やないですね、やっぱりガリる方から行かないと。男はやっぱガリる方から挑戦しないといけないですよ。めっちゃ狭いですよあそこ。一時停止です。何考えてんねんいうぐらい狭いですよ。めっちゃ狭い。あ、これやっていけるわ。出まし
カウのドライブスルーに来てるんですけど、あ、草があるから狭く感じるんですね。あの草買っといてくれたら多分ホイールガリれへんかったと思うんですけど、でも今日はリベンジできましたんでラッキーです。冷やしハイカラコブ丼っていうのになっちゃいました。ちょっとメニューちゃんと見た方が良かったですね。とりあえず、家持って帰ってあ食レポしてみようと思います。中尾のドライブスルー無事リベンジできました。それで今日買ってきたのは冷やし小うどん、小さいうどんっていうあれなんですけど、うどんはこれしか持って帰られへんのかな。じゃあ中身見てみましょう。これが冷やし小うどん、あのうどん半玉ぐらいで、上にネギで、あと天かすと生姜です。でおつゆがセパレートで入っているっていう形で、車であのコロコロ転がってたんですけどこぼれませんでした。じゃあ入れちゃいましょう、ドバーッと。それでは冷やし小うどん200円なんですけど、お味の方チェックさせていただきたいと思います。めっちゃ少ないです。カツ丼にしたらよかった。あ、めっちゃさっぱりしててめちゃくちゃ美味しいです。うどんもね、あのただ単に硬いのかコシがあるのかっていう感じで、ちょっとあの噛み応えがあって、おつゆはあのちょっとすだちが効いた、あとカツオだしですよね、カツオですよね、ちょっと濃いめのカツオだしのめんつゆで、生姜のパンチが効いてて、クソ暑い日にさっぱりと美味しくいただけるテイストなんですけど、めっちゃ少ないです。200円なのでしょうがないんですけれども、すいません。それでは、簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。